どうもかまです。プロジェクトホスピタル実況パート2やっていきましょう。前回スタートしました、5年前にも実況した病院経営ゲームプロジェクトホスピタルのシーズン2ですね。最初この広い敷地の中でまずは、この一角にですね、小さな町医者を開院しました。救急診察室とあとは X 線検査室ですね、レントゲン取るところ、はい、この2つです。とで、今回もですね、さらにいろんな診療科があるんでね、はい、医療検査室とか ICU とか一般外科とかね、内科とかありますから、いろいろすごいあるよね。あのダウンロードコンテンツで、いろいろ追加されたものもあるので、ね、そのあたりも一緒に楽しんでいきたいなと思っています。はい、1日目が終わって今回は2日目からスタートですね。今回はもうちょっとでかくしたいな。縦横2倍ぐらいの大きさまで、拡張できたらなって思ってます。2回もこれ作れるからね。はい、誤診された患者が対応しましたってあれ、河原達也さんだって。俺これ知らないな。これ AI であれじゃないの、お任せ診察した人が誤診されたっぽいですね。はい、じゃあ、今回ちょっと不安なスタートですけども、やっていきましょう。なになに、あ、前は足白線、側白線、水虫だっていうので診察して、この薬を処方したんだね、水虫薬。でも違ったぞっつって来たってこと。じゃあこれ俺が担当するわ。あれでもこれなんか前もあったっけ、なんか爪か足かみたいので、思い出した、最終的にあれだ、この心筋学的検体採集ができなかったから、設備がなくて、それで判断つかなくて返しちゃった人じゃない、この人。誤診っつ、誤診じゃないよね、でもな、そうなっちゃうな。え、じゃあ待って、この、これ、作ってみる？何が必要なのこれ。微生物検査室が必要なんだって。何それ。医療検査室か？あー、あったあったあった、これだ。最低限必要なのは待合室と血液検査室だね。この数字が赤いから。これ必須です。ちょっとじゃあ、敷地を広げましょうか。早速。こっち側にガツンと行きたいと思いますよ。あ、なんか一個ずれたな、ここちょっと気持ち悪いな。はい、こうですね。あー、なんか剥がしちゃった剥がしちゃったちょっと待ってよ、なにどうするのこれ、直せんのこれ。あ、なったなった、よかった、石畳で直りましたね。はい、よかった。で、外側はこんな感じでもう一緒くたにペトッとやっちゃいます。壁立てて血液検査室をこのぐらいの大きさで大丈夫、よろしくて。で、待合室もですね、作ってあげましょう。とドア作ってあげる。あと、そうだ、あの窓ないとね。あ、そうだ、窓といえばコメントでさ、トイレの個室に窓ついてるって話があったんですけど、いやこれ多分1個右側のあの待合室の方の窓だと思ってるんですけど、あ、個室に窓ついてるわめっちゃ便座に座ってる姿を外から丸見えっていうね。まあこれはまあそういうのが好きな人用のね、趣味嗜好があるから、でそこら辺はとやかく言わないであげて。はい、窓つけました。いいね、開けっぴろげで。そうだ、肝心の微生物検査室も作んないとね。これはじゃあ、どうしようかな、ここら辺かな。で、血液検査室で必要なもの結構あるな。多分この血液分析器が重要なんだろうね。あ、ここ置けないね、これ。あ、置けるね。はい。よし、あとはゴミ箱あればいいのね。バイオハザード用ゴミ箱。じゃあ赤い方で。アンブレラ製です。ここに。よし。で、微生物検査室もね。はい、パンパンだけど入りました。で、あとはスタッフ、血液検査の人ですね。技師熊谷豊二さん、はい。レベル2、長距離通勤だから遅刻する可能性がある。で、もう一個不明の特性あるけど、まあこれは不明のままにしとこうか。いいよ、そういうのもちょっとね、全て分かっちゃうとやっぱりこうときめきがないから、ちょっと俺熊谷さんにときめきたいから、このヒゲ親父にね。はい、よし。あ、目標達成。あ、5万ドルいただきました。ボロい商売だな。夜はどうしようか、夜勤っている？まあ一応やっとこうか。
ね、夜行性の人いるから。山川沢子さん、夜行性だから、この人。他何ある？あ、休憩取りません。ハードワーカーだって。これは、いい、あれなのかな。レベル1だけどね。将来性に期待。で、微生物検査室の方もですね。これも、技師なのか。あ、これ、じゃあ、負担、あれ、兼用ってできないの？熊谷さんに、血液検査室、微生物検査室、両方やってもらいたいんだけど、それは無理な話なのか？従業員に職場を割り当てってこれあるけど。これでこう。あー、ダブルは無理なのね。じゃ、血液の方も。工藤夏美さん。はい。子持ち、疲労の増加が早くなります。あー。やっぱりね、お子さんを育てるのは大変ですから。夜勤、神田徳彦さん。珍しい名前だな。余暇に学習を行います。お、勉強熱心。いいよ。買った。じゃあ、これで、行きましょう。迎え撃つぞ。前回誤診だったのか分かんないけど、河原達也さん。あ、誤診発生。また別の誤診が。石原桃代さん。え、深部損傷。あー、上腕、腕の切り傷ですねって判断したんだけど、実際は違った。他のなんか骨折とかだったかもしれないってこと。X 線検査しようよ。俺がやるよ。もう、時を頼むわ。ちょっと俺、達也さんリベンジしなきゃいけないんだからさ。はい。X 線検査によって、座礁、前腕が判明しました。じゃあ、やっぱあれじゃん。座礁なんじゃないですか。深部損傷とか言って、切り傷ですね、つったけども、座礁じゃないの。座礁は打撲と言われる。あ、打撲なんだ。これ見た目でわかるだろ。切り傷なのか打撲なのかって。時をやべえな。時をちょっと俺こっちにした。一回ちょっと取り消し。座礁です、あなたは。ごめんなさいね。すいませんね。うちの医者が更新しちゃって、すいません。鎮痛消炎薬処方しときますからね。すいませんね。本当に。きつく言っておきますんで。こいつなんかずっとうなってるけど、時を。どうした？相手は、大木奈美子さん。大木奈美子さん、全然まだわかんないね。狂犬病とかあるじゃん。これやばいやつやない。これかかったら、ほとんど助かんないやつやなかったっけ。で、時は今何やってんの？発語検査してるのか。もうちょっとこれこれやべえな。やべえ感じは結構来るな、おい。今、口腔診察。口の中、はい、あーんして、ね。やったね。これは時間かかりそうだ。ちょっと、達夫ごめん、待っててね。達也ごめん、ちょっと待っててね。もう水虫がどうこう、もうどうでもいいよ。今、こっちの方がやばいから。狂犬病かもしんないから、この人。ほら、すげえいろいろ検査してる。血圧測ってる。聴力も検査してる。すごいね。いろいろやってるね。すごい。あらゆる検査してるぞ。マジで。眼底もやってる。でも全然わかんないね。血液検査も入りますか？これ、血液検査室行くんじゃないですか？ね、そうだね。うん。血液検査回りまーす。こっち行きまーす。はい、次の方、だいぶお待たせしてますね。すいませんね。もうサクサク行こう。どうでもいい。やつは、サクサク流していこう。あ、はいはい。今、検査行きましたね。血液検査。あ、誤診だ。誤診すんなって。誤診ダメだって。ちょっと待って。伝染性胆管症っていう病気じゃないってことね。ウイルス性扁桃炎だったってことね。時をちょっとさ、やばくない君。勘弁してよ、時を。あ、今、血液検査中ですね。どうです？ソリティアやってる場合じゃないよ。あ、なんか。あ、はいはいはい。あ、血液検査の結果を今渡したのかな。お！乳糖不耐症でした。牛乳由来製品に含まれる乳糖の消化能力不足。牛乳飲んでお腹壊すってこと。あー。いや、狂犬病じゃなくてよかったよ。いや、患者さんもう、いっぱいいる。もう一個これ、救急診察室作ってもいいかもしれませんね。こうなっちゃうとね。あ、待って、立ち去ろうとしているって。前田よしこさん。ちょっと待ってよ、前田さん。あー、いかん。あ、達也さんも。達也さん待って。達也さん、水虫の達也さん。ちょっと待って、これもう一個作ろう。ダメだわ、このままじゃ。ちなみにこれさ、プレハブっていう、テンプレートがあるんですよね。これ使うと、こんな感じで1セットまるっと作ることができるって素晴らしい。で、
楽。壁紙もなんかちょっと違うね。で、医者。もう時をだけに任せてらんないわ。誤診連発だから。もうちょっとレベル高い人がいいな。お金少しかかってもいいから。関根さん、あれ確か前も関根さんだったっけ ?65 歳。まあでもいいか。この人にしよっか。すごいレベル高いしね。信頼できる人です。はい、良きボス。うん。部下の満足度が向上します。そう、これね、診療課長っていうのがあって、ここに設定してあげると、なんかいろんな影響があるみたい。じゃあ、関根さんを割り当てて、この人を診療課長にしようか。はい。夜勤いらねえか。夜、なんか多分あれよ。大した患者いないよ、きっと。昼の方が当然多いもんね。よし、これで。さあ、これでちょっと帰るのやめてくんないかな。あー、谷直子さんも帰ろうとしてる。いかーん。あー、やっぱさっきのさ、乳頭不耐症の患者の検査がめちゃめちゃ長かったから、あれのせいだよな。え、こっちでなんかやってる?これ入れるよね。ソリティアやってる場合じゃないんですよね。現在の患者、岡部美穂子さんだって。他の患者、受付とかできないの?君。あ、やっとタスが行った。よし!今度こそ、俺に任しとけ。君は、心筋学的検体検査です。ちょっと、水虫かどうかチェックするんで。あ、すごい、ちゃんと足見てるね。へぇー。あ、なに?あ、1日あたり10人患者診療する。はい、3万ドルもらいました。あー!あー、前田よしこさん帰っちゃった。帰っちゃった。あー、怒っちゃった。評価が当然下がってますよね。そうですよね。満足度、星2つ。くそー。まあ、でも次来た時は多分こっちもいるから。あ、これ待ってるね。そうか。一回あれか。ここに座っちゃった人はもう絶対こっち側なのかもしんないね。さあ、そして達也さんが足のなんか検体を今やってますね。検査中ですね。はいはいはい。いいですよ。なんかわかんないけど、いろんな機械を使ってやってますね。はい。オッケー。あれ、どこ行った?どこ行くの?まだ検査中ですよね。あ、トイレか!すいません、ちょっとトイレは我慢できないよね。誰かここのトイレ使って。野ざらしトイレ。あ、夜なっちゃったよ。日勤が終わりました。これから夜勤でーす。夜勤になったらこの人帰っちゃうんじゃない?あ、帰っちゃった!待って!達也さん巻きしっぱなしなんだけど。帰んな、帰んな。やっぱダメだ。夜勤も必要だわ、これ。あれ?夜勤に設定したっけ?あ、ごめん、してたわ。大丈夫でした。はい。ああ、もう、だから、爪、じゃなくて足だったってことね、水虫が。こんなことしなくても分かんないのかな?分かんないもんなのかね。まあいいです。これで、満足して帰ってもらえるんだったら、はい。お疲れ様でした。よし、じゃあ、新しい診療科を開設しましょうか。任意の診療科でクリニックをオープンするって言ったんだけどさ。クリニックってなんだ?何でもいいんでしたら、もう一般外科とか作っちゃいますけど。いいですか?通路含めて、こんな感じ?これで足りるか?はい。外科らしく、中は白くしてみました。外科らしく?うん。白い方がそれっぽくない?さあ、一般外科の医師を雇いましょう。高木俊嗣。スキルレベルは低いけどね。研修医か。まあいいんじゃない?研修医。お、新たな保険会社契約だって。へぇー。リバーティー Y。よーし。で、この確実性っていうのがさ、それぞれの診療科で設定できて、複数の病気の可能性があるときに、どれにするかっていうのを、今中程度で決めてるんだけど、それを多分、この右側、顕微鏡マークにすると高い確実性だから、50%、50%とかと多分診断しなくて、100% に近くなんないと、最終診断をしないっていう多分モードだと思うんですよね。この方が誤診の確率は減るんだけど、多分、判断つかねえわって言って、ちょっと他の病院行っちゃってってギブアップする可能性も上がるんじゃないかな、きっと。まあ、一般外科はじゃあ高い確実性にしようか。あ!もしかしてこれは、あ、使った使った野ざらしペンキ。ナイスです。やっぱりたまに開放感欲しい時あるもんな。わかるよ。あー、誤診発生してる。なに?長沢一夫さん?レイノー病ってなにこれ?あ、ギランバレー症候群って診断したんだけど、本当はレイノー病だったってこと?
やっちゃいましたね。お、何？治療行えないって。免疫グロブリンが投与できない。頸静脈投与。前提条件。診察室全般、病室全般。あ、そうか、病室がないからか。だから入院設備ってことかな？がないからってことだね。わかりました。作りましょう。作ります。やっぱ入院設備は2階かな。ね。そう、相場が決まってるだろう。2階。あ、まず新規フロアの建設、これかな？いいと思います。壁レイアウト、床レイアウトコピー、いいんじゃない？わかんないけど。おお、できた。あ、壁もそうなのか。あ、なるほどね。そういうことね。おー、まあ、とりあえずいいか？いや、これいらなかったかもしれないな。いらなかったかもしれないな。ごめん、ちょっと壁消すわ。壁いらんかったわ。はい。で、あー、そっか。エレベーターか。そうだよね。階段って多分ないよね。あ、結構でかいんだよね。これ入んねえな、うち。ここの待合室、血液検査室の待合室さ。ここにする？ここにこうやって。こうやって端っこにちょっとこうしちゃおうかな。申し訳ないけど。ほら、いける。でっけえなー。すげえ、横狭くなっちゃうけどね。で、上を見ると、はいはいはい、こうなってますと。で、入院用の病棟、どうしましょうかね。それぞれの診療科ごとに入院の病室違うはずなんですよね、多分ね。救急用の入院ね。これかな？観察室？これが必要なのかな？っていうか、この医師待機室、ナースステーション、あと外傷センター、これ全部必要なんだね。赤いもんね。外傷センター、これない？これ。救急車により運ばれた重体の患者を受け付け、時には意識不明の患者が運び込まれることもあります。え、じゃあこれ、1階の方がいいんじゃないの？救急車、確か、救急車って、ここに止まるんだよね。こっから入ってくっからよ。困ったな。まあ、いっか。とりあえず2階でいいや。いや、こっからでもだって、こうガラガラガーってきてエレベーターすぐ乗れるもんね。いいよいいよ。2階にしよう。で、外傷センター、ここね。ここね。はい。まず、患者用ベッドもなんか3種類あるね。安いので。患者用ベッド。壁掛け、除細動器。あ、AED か。これは1個あればいいよね、きっとね。はい。あと、ぜひ置きたいのはこの車椅子だね。推奨の色だけども、これはなきゃまずいんじゃない？あー、でもこれあれか、ナースステーションの方かもしれんな。こっち側。ね。置いとこうか。はい。で、そのナースステーションは、ガラス張りの事務机。なんかナースステーションってアイランド方式な気がするな。真ん中にこうやって、こんな感じかな？こんな感じであってさ。勝手な俺のイメージですけど。パソコンここにこう、置いてさ。あとこのストレッチャーね。やっぱりこれ大事よね。タンカーとはちょっと違うけどもね。ここに患者さん乗っけて運ぶんでしょ？で、ちょっとなんか、間仕切りが欲しいなぁ。そういうのないんだっけ？あ、隔離壁のキャビネットってあるな。はい。こうしてみたいと思います。で、はい。外傷センターね。これ大事だよね。まず、手術台。言いづらい。手術台。はい。できたと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。なんか、ちょっと、あれかい？殺風景かい？果物とか置いてみるかい？ここに。ちょっとね、小腹が空いたらバナナをこう、ガブッとこう、食べてね。よーし、もう一発行くか。島田直美さん。迅速、移動速度が速いし、休憩取らないっていうね。すごいね、この人。30歳、専門看護婦。はい。保険会社で、救急での入院できるようにする目標を達成しました。報酬は ICU。あ、ICU を、設置できるようになったってことね。本当にもう命超やべえっていう人たちが来るところでしょ？部屋でしょ？よし！出来上がりました！じゃあ、これでやっていきましょうか。で、元はといえば、長沢一郎さんが、免疫グロブリンができないっつったんだよね？うん。でも今はもうこれでできるようになったと思うんだけど、どうでしょうね。まだダメ？利用不可だって。この診療科では処方が出せません。ん？違うんだ、じゃあ。
違ったわ。まあいいや、もう他のところ受けて。ごめんね。ちょっと力不足で。申し訳ないけど。え、これ放置かい。お前放置してる？もしかして。あ、なんか YouTube の動画見てるわ。診察室に患者待たせながら YouTube の動画を見る医者って。やばすぎでしょ。じゃ、俺がコントロールするわ。とりあえずギランバレーじゃないくて、レイノ病だってことは分かったから。ん？そもそもだから、さっきのグロブリンじゃなくて、血管拡張薬なんでしょ？じゃあ血管拡張薬、処方してあげればいいんじゃないの？そう。はい。血管拡張薬渡してあげて。うん。いいよ。もう帰ってよし。そうか。そもそもだから、そのグロブリン投与が間違いだったってことだよな。やられたわ。あ、待って、今2回行ったね。今2回行ったよね。何しに行ったの？あ、来た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 。これなんだっけ？あ、これ入院か。あ、入院した。あんた誰？あ、車椅子持ってきた。乗った。あ、下行った。おー、すごい。X 線検査。あなた何をされてる方ですか？大森リサさん。そうか。もともと足引きずって歩いてた人たちが車椅子に乗るようになったってことか。なるほど。おー、賑わってるね。賑わってるって言っていいのかどうかっていうね。まあ、そのこと言ったら、病院のゲームをそもそもね、実況する時点で、面白おかしく実況する時点でもう、不謹慎っちゃ不謹慎なんだよね。うん。だからそこはまあ水に流して。あまり冒涜するようなことは言わないから。多分。また誤診発生。ちょっと誤診多すぎるんだけど。肺非結核抗酸菌症。間違いで？本当は？鉄欠乏性貧血。貧血だったんだ。ロドリゲス間違ったの？研修医だから。鉄剤投与すればいいのね。うん。鉄ペロペロ舐めてればいいんじゃないですかね。あ、入院完了。なるほどね。こうなるんだ。はい。よし、じゃあ、お帰りいただいても結構ですよ。ありがとうございました。はい。で、一応、救急受け入れも今できるようになってはいるんですけど、この保険会社、今契約している保険会社で、救急車で来る患者がいないので、まずゼロだからね。うん。なので、今はまだ、まあ、外傷センターが要するに使われることがないのかな、多分。そのあたりは次回ですかね。やっていけたらなぁと思います。はい。ということで、今回は、2階に、救急のね、入院用設備を作りました。車椅子使っていろいろ移動とかしましたけどもね。いつかこのストレッチャーもね、使いたいですね。これは次回かな。うん。救急患者受け入れをしたい。と思います。あー、ここのトイレ使ってる。これショッキングだよね。しかも外から丸見えだからね。ここで座っている待合室の人から丸見えだからね。たまんないだろうね。いろんな意味で。はい。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。